鉄道調査員クロフォードチャンネル、神々の遊ぶところ、 JR 富良野線西神楽駅現地調査編。皆さんこんにちは、鉄道調査員クロフォードです。今回は JR 富良野線旭川富良野間にある西神楽駅を紹介いたします。三角屋根のとても可愛らしい駅に、四角い窓のキャ150型ディーゼルカーがやってきました。西がつく駅名の連続する中にある西神楽駅、昭和60年代末期か平成初期頃に建てられた駅舎です。地元の人が植えた花が駅前を鮮やかに彩っています。夏はやっぱりね、こう花が綺麗な北海道。その花壇には大きな石があり、真、雄、誠の文字が熱い。駅前には公衆電話があります。携帯が使えないとき、携帯を持っていない方にはとってもありがたいですね。西神楽駅の駅舎内部見ていきましょう。防犯カメラがついています。無人駅、冬やっぱりマイナス10度以下になりますので、ストーブも設置されています。地元の人がね、これ座布団用意してくれてるんですよね。座面もこれでこう冷たくなく座ることできますよね。窓口は塞がれて無人駅になってしまいました。以前は委託販売もあったようなんですが、それも終了してしまい、今は券売機を買ってそれを運転手さんに見てもらう形になります。旭川駅まで300円。インスタグラムで富良野線の車窓風景を募集しているそうです。これが運賃表。富良野線は西がつく駅が5つもあります。これが時刻表ですね。この辺り高校がないので、西神楽駅は旭川への高校通学生徒さんのために 1,2 時間に1本の割合で列車が運行されています。この辺りでは多い方の本数ですね。ゴミのポイ捨てなどが目立つということで、ゴミは必ずお持ち帰りいただくか、列車内のゴミ箱を利用し駅舎内にポイ捨てしないようにということで、管理者さんからのお願いがありました。さあホーム側に出てみましょう。駅舎ホーム側には汲み取り式のトイレがあります。苦手な方はね、駅前旭川方面にあるローソンのトイレを借りることをお勧めいたします。これが西神楽駅構内富良野方面の様子です。単線なので西神楽駅で列車のすれ違いを行います。左手側には保線車両が待機するための側線があり、昔はここに車庫や貨物線がありました。反対側旭川方面、さっきの保線車両待機用の側線がここで分岐します。左手側の空き地が道路との間微妙に空いてるんですけれども、昔はこれウィキペディアの空中写真によると貨物の引き込み線の跡だそうです。近くに北連さんだとか農協の倉庫があるんですよね。農作物を積み出ししていたんじゃないかと私は推測しています。
こちらの右手にある側線にも石炭と木材が運ばれていて、かつて駅裏には木工場があったそうです。今やっぱりね、貨物もほとんどトラックになってしまってるってことなんですよね、この沿線では。これが2番ホーム、色あせてしまってますね、駅名表。キハ150型ディーゼルカーが旭川から西神楽駅にやってきました。さあ、ここからはおまけのコーナーです。西神楽駅側線に黄色いモーターカーが止まっていました。面白いのはラッセルの雪かき装置のところに可愛らしい顔が書いてあるんですよね。こういうのとても面白いと思います。車止めと一緒に撮影してみました。運転席部分、大胆に斜めに虹色のストライプが入っていてかっこいいですね。後方には赤い装置がついていますね。4つの丸い円盤があります。 JR 北海道608号機ということなんでしょうか。新潟機動モーターカー NMCR600、 平成7年に新潟鉄工所、現在の新潟トランシスで作られた車両ですね。もう一つ運転席というか監視窓がついている、これはですね、機動草刈り機といいまして、線路の雑草だとかこう伸びてきてしまった木だとかをね、4つの丸い円盤を左右両側に倒して草刈りを行う機械ですね。さあ、西神楽駅前商店街、少し歩いてみましょう。再び、花畑、やっぱりね、夏の間このカラフルにこう彩ってくれるのがすごいいいですよね。駅前広場は、市民駐車場になっています。何台か車を止めることができます。国道237号線の駅前商店街、旭川信用金庫、銀行ですね、旭川信金があります。富良野方面に歩いていくと神楽神社があります。神楽というのはですね、この辺りの地名、アイヌ語でヘッチェウシと呼ばれていました。ヘッチェウシは神々の遊ぶところという意味がありまして、そういったところからもね、こう神社がね設けられているということでしょうか。赤い鳥居をくぐり森の中を歩いていきます。ちなみにこの辺り熊が出没したことがあるということで、十分注意して通行してください。こんなね、赤い橋に小さな川が流れていました。だん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 登っていきます。すると今度は銀色の鳥居が見えてきて、
狛犬がお出迎え。白麗神社の巫女である白麗霊夢と相棒の霧雨マリサと一緒に神楽神社を訪問、手を合わせてお賽銭を少し入れてきました。じゃあ鳥居をくぐりまして、また西神楽駅前に戻っていきます。駅前の金物屋さんのところにちょうど自動販売機があります。駅に自販機がないのでジュースはここで買うといいかもしれませんね。駅前商店街旭川方面には郵便局、そしてローソン、トイレはね、こちら使われると綺麗でいいかもしれません。あとお車で来られている方にはね、ガソリンスタンド、北連セルフスタンドがね便利かと思います。さあ、ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければコメント欄で感想お待ちしております。ではまたお会いしましょう。